安木節は島根県安木市の民謡である。土壌踊りという滑稽な踊りを含み、総合的な民族芸能として、大正期を中心に全国的人気を博した。安木節は、江戸時代に出雲説などを基礎としていくつかの地元民謡を吸収しながら発達した。7775型と、この四方の中間に75単位の繰り返しを挟んだ。 長編のくぜ型とがある。元は、鳥取県下で歌われた、三古節、それを長編くぜ化して、日本海沿岸各地で歌われる、出雲節とから派生したものと交渉されている。幕末期から、明治初期にかけて、渡辺佐兵とその娘である渡辺老糸が、大成したとされる。安義節の家元は、代々、渡辺老糸を襲名し、現在の家元は、第四代目である。 流行期に頻発した偽物の横行などにより、現在は、権威的一面を強く打ち出している。他に遠藤お与えなどが名人として、名をなした。また、レコード吹き込みにも名前が残るが、地元の芸儀の存在も大きい。現在は、郷土芸能としての側面が強く打ち出されているが、出雲から全国的な巡業がなされ、大正期には、 吉本工業の林翔之助が大阪で仕掛けた大ブームがあった。着物の裾をまくり、赤い腰巻きが見えるお色気で、寄せでは翔之助の仕掛けた諸芸バラエティ路線の花形として当初扱われ、添え物であった一万歳が変遷し、喋り漫才として主役に踊り出る洋蘭となった。漫才初期に大きな存在となった。 ミスワカナ、玉松一郎のミスワカナの芸歴も、安ぎ説スタートだったのも一例である。大阪のブームを見た、根岸吉之助ノスケは1922年6月、それまで敬遠劇を出していた東京浅草公園六、区、時技に安ぎ節をかけた。その好評を見た、工業士、大森玉木により玉木座、提供座などで、大ブームを起こし、時に、有楽館、松竹座、大東京、 12回劇場、日本館、木馬館で公演され、それゆえ浅草では必ずどこかで安木節がかかっていると言われた。大和や三姉妹が1923年代東京と12回劇場を掛け持ち出演し、そのわずか200メートルの距離を走って間に合わせようとしたが、人手の多さに1時間もかかったという、独特の田舎っぽさが受けて、大正期には東京、 大阪の日本の二大都市で安木節はもてはやされたので、ある。火曜に対象から昭和初期の演芸会において、安木節は多大な影響を残している。後ブームが去っても木馬館が、1977年6月28日に、その上ち工業を終えるまで、大正時代から一貫して、浅草流の安木節は続いた。なお、手品に安木節を取り入れた。 期日市ダークマトのマトは前日の山と決算、姉妹からの流れであることを示している。また、地元では、参院放送で、安木節ハイライト集という番組が1時間番組で、放送されていた安木節演芸館に展示されている、土壌救いの、服装安木節には、も物として共に踊る、伝統的な土壌救いがあり、代表的な御座式芸とされている。 土壌すくいのひょっと小顔で有名。踊りには仙台子を用いる。また、原踊りが演じられることもあり、現在では稀になった。踊りには大きく分けて、男踊りと女踊りがある。両方とも踊りの際にはざるを持ち、さらに男踊りでは手拭いを頭に被り一文線の鼻当てをつけるのが一般的。男踊りの場合は、厳密には決まった形はないため、 演者がアドリブで踊ることも許されている。男を踊りの土壌救いは、実はこの周辺の名産である、安木港を作るたたら不規制法の際に原料として使われる砂鉄採取の所作を踊りに取り込んだものとされる。一説には、土壌は土壌であるという。しかしながら、実は本当に踊りながら、土壌がすくえてしまうということも発見されている。近年は土壌救いをベースに、 独自の踊りの流派を名乗って活動しているグループもあるほか、踊りを現代風にアレンジしたパラパラ安木説なども登場している安木説の流行により全国的に知名度が高まった安木市は土壌料理を観光資源にしており伝統的な調理法に加えてご当地グルメとして安木土壌寿司を開発している安木節とご読されることが多いが正しくは 安木武士である。NHK 放送文化研究書編。NHK 言葉のハンドブック第2版 ISBN978 から41億4011万2182、1916.24末へ、安木説大会、渡辺糸ら、英徳座、参院1916.216安木説の家元、渡辺糸、富田徳之助、東京音楽学校で、 財布のため状況1916.221松江安木説大会保存会幹部今市長記念館参院連票上 P167 大塚民族学会日本民族芸能辞典に安木武氏はこうがない浅草ロック工業士古老が綴る下や浅草の明治大将吉本聖の関わりは小説に現れるが実際には弟の章之助より はるかに役割は小さい。なお、連続テレビ小説、和の天下でも、番頭の風太の提案で、創石主の北村東吉が中途で妻の天の助力を得て、安木に赴いて、踊り子のスカウトをするシーンが描かれた。堀江誠二吉本工業の研究、矢野誠一、女工業師吉本誠中山涙、浅草芸人、江野健、六波、金ちゃん、武し 浅草演芸150年史によれば、さらに早く1916年頃には、初代渡辺お糸により、東京に、ブームが伝播していたという。東京音楽学校での財布は確認。ここまで、台東区教育委員会、浅草ロック P41 から42放送時期、時間等は不明。近代日本芸能年表、チタ p 79土上救いの踊り方。 安木説保存会京都の安木説踊り師範、伊中川瓶安木市ふるさとメール2006年5月12日号、安木土じ寿司、行天グルメ、安木土じ寿司、主役は、隠れて、シャリーの中、読売新聞日曜版読みホット。ありがとうございます。